自己最高売上を更新し続けたラブホリックアイルが見事ナンバーワンに輝いた。ここ数ヶ月間の勢いそのままに頂点まで駆け上がった。一番というのはあいつのバースデーの押しとまず取られてたんで、それをバースデーじゃない時にやっつけたいなと思って、一番じゃない意味がないというふうに伝えて、なかなかナンバーワンには手が届かなかったが、ナンバーワンは常に意識していた。毎月自己最高売上を更新し続けていたのも向上心があったからこそ。周りが上がってたら自分も上げたら。12月はグラチャン予選があり、自身の目標である1ヶ月1000万という数字に挑んだ。店舗としてはすごい上がったんです。2015年12月の月間売上ランキング50位から21位の発表。20位から11位の発表。第20位、ドキドキゴー、さくらイブ。第19位、ドキドキゴープログレス、乱太郎大輝。第18位、ワッツアップ、ゼン。第17位、スペード、ミカノクー。第16位、ドキドキゴープログレス、桜井俊。第15位、スペード、相澤拓。第14位、ドキドキゴー、新兵友和。第13位、ワッツアップ、山代大輝。第12位、ワッツアップ、さざなみ荒野。第11位、ラブホリック、一星ヤマト。第10位から4位の発表。第10位、サーティーンランクアップ。温め続けた最強のモノノフ、ドキドキゴー、アリアス・トール。第9位、33ランクアップ、開花した頭脳派リーダー、ワッツアップ、ショウタ。第8位、5ランクアップ、飛躍の不死鳥、ドキドキゴープログレス、一条つかさ。第7位、1ランクダウン、優位多忙なプリンス、スペード、二の前柊。第6位、2ランクダウン、2014年グランドチャンピオン、ドキドキゴー、矢吹優太。第5位、10位変わらず、南のナポレオン、ワッツアップ、瞬間アクト。第4位、2ランクダウン、オールラウンドプレイヤー、ラブホリック、徳井健治。12月のトップ3となったのはこの男たち。1人目はバースデーを成功させ、自己最高売上に達し、スペード2人目のナンバーワンとなるか。静かなる獅子、スペード、神崎ルナ。2人目はこちらもバースデーを成功させ、自己最高売上を叩き出した直王邁進の切り込み隊長、ドキドキゴー、おとなしい龍馬。3人目は今月も最高売上を更新し、
バースデー組をねち伏せるか。魅惑のポーカーフェイス、ラブホリック入る。トップ3全員が自己最高売り上げ。12月度を制し頂点に立つのは誰だ。第3位、ファイブランカー、直王邁進の切り込み隊長、ドキドキゴー、おとなしい龍馬。第2位、テンランカー、静かなる獅子、スペード神崎ルナ。V2 達成、魅惑のポーカーフェイス、ラブホリック